はい、休校中の皆さんの勉強を応援する学学校数学です本日は2020年4月29日祝日水曜日、えー、本日は中学3年数学教科書の第1章式の展開と因数分解ということをやっていきます。でおととい、えー、27日にここの式を展開してこういうやる する方法を学んだんですがその逆でこれをまとめてこういう形にするというのが因数分解です私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれで中学の学習内容は本来はこの中1はこのカリキュラムで学び中2はこのカリキュラムで学び中3校を学びますところが3月のコロナ休校でここが中1中2学べてません で今4月の休校でここを本来学ぶべきところを学んでませんので私はここら辺をフォローしていきたいと思ってまして今こういうふうに来て今ここまで来ておりますすで、えー、にアップしたやつが YouTube にありますのでご覧くださいで、えー、船橋市立中学校は昨日5月末までの休校が決定しましたでえっ、ー、とーこのこれを見ていただいている船橋の以外の方も休校延長の場合が多いと思いますのでこの講座で頑張ってフォローしていきたいと思っております さて、船橋市内の、えー、コロナの、えー、状況ですが、ここが、えー、緑が検査数の様子、で、こっちが発生数の様子、これが私の朝倉美来の公式サイトに載せてありますが、このように、まああのー、グラフ化することで現在の状況がよく分かるようになります。で、これも数学の応用の一種ですので、まあ、その意味でも数学は私たちの生活に身近ですから、学んでいきましょう。私たちはコロナのの危機の中で今、えーと まあこの、えー、状況になってるわけですがコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7になるはずだろうということで頑張ってまいりましょうそれでは本日の内容入っていきますで本日は、えー、まず因数という言葉を整理しておきたいと思うんですがこれおとといもやったんですが、えー、因数は例えば1 0 2かける5となったらこの掛け算の表し方で表したこの一つ一つを10の因数とみなすんですねで 今日は、えー、このよううに x 5x ププラス x プラススをこういう式の掛け算で,りますで表します。この時の時 x プラス2とか x3 もこの元の式の因数とみなすことができます。それから 2x プラス8イコール2カッコ x プラス4の場合にはこの2という数と x プラス4という式が両方とも 2x プラス8の因数になります。 でこのように多項式をいくつかの因数の積の形に表すことを因数分解ファクトライゼーションといいまして、えー、この展開括弧を外すことの逆なんですね括弧を今度括弧でま,まとめる括弧でくくるんです、えー、展開エクスパンションの逆で、えー、因数分解ファクトライゼーションと言ってますさてこの 因数分解という言葉に引っかかる人が多いと思うんですね。えー、私も実は、えー、と引っかかった一人なんですが中学生の頃。なんか分解という割にまとめてますよねこれ,これ。これが展開開いて展開するという展開という言葉は分かりやすいんですけど因数分解というのは分解と言いながらまとめてるんじゃないかということなんですがこれはこの中に潜んでる掛け算の因数を分析すると。で分析してそれを表に表現するということで。 因数に分析すると因数分析という発想で見ていただくと分かりやすいかもしれません。まあ言葉としては因数分解という言葉を使いますけどね。でこれを、まあ、別の表現で括弧でくくるということもいうことがあります。それでは因数分解の方法についてですが、因数分解はあのー、一つは共通因数、コモンファクターでくくるという方法があります。 C A プラス C B をカッコ C カッコ A プラス B というふうにあのまあ括ることができるんですね。でこれは実はあの分配の法則中一で学んだ分配の法則 C カッコ A プラス B は C A プラス C B とかけることのちょうど逆なんですね。じゃあその次えっ、ー、と実は今日やる内容はすべてこれまで学んだ式を逆転させてるだけでありましてすでに学んだ情報の公式 えー、これらを逆転させてやっていくんですね。はい、えただこのす、えっとこ、ここを学んだ最後の式だけは、これを逆転させるのは若干難しいので、これ高校でやることになってまして、中学ではえこの、えー、4つの逆転のこれをやります。平方の公式の逆、A 辞乗プラス 2AB プラス B 辞乗だったら A プラス B の辞乗になると。これがマイナスだったら A マイナス B の辞乗になると。 こここここれれははうううななるると、とということですね。それではそれぞれ具体的に見ていきましょうでまず共通因数でくくるというのが非常に、ま、一番分かりやすいので、えー、っとコモンファクターできるだけ多くの共通因数を見つけてくるで共通因数が残って、まあ、残っていたらできるところまでやりきるんですね例えば 12x プラス18というのは、まあ、まず共通因数で一番分かりやすいのはこの係数のところの最 大公約数が共通であるってことです、ね、12と18の最大公約数は6ですので6でくくることができます。6、2x プラス3というふうに、えー、できます。これも因数分解の一種なんですね。えー、こ数だけをくくっていくのも因数分解の一種です。で次、5bx プラス 10b イコールだったら5で括弧でくくって bx プラス 2b になります。で えー、ただ、まだ B が残ってますので、5B かっこ X 乗プラス2で完成ですね。じゃあ、その次、A3 乗プラス、A3 乗 B 次乗マイナス A 次乗 B4 乗だったら、これ、これこ、小さな字なんですけど、A 次乗 B 次乗というのが共通でくくれて、こっちに A が1個残り、で、こっちにマイナス B、B 次乗が残りますので、これが因数分解。で、3つの数の因数分解もできまして、 A が共通ですので、A で全部くくって、残りの B とか 2C とか 4D を残せばいいということです。さて、共通因数をくくっていくと、次の公式に気づくパターンがあります。例えばこれ、川川県の問題ですが、公立高校入試の問題ですが、まずこれ、2でくくります。で、その後、まだ X が共通にあることがありますから、X でくくります。共通因数でくくります。 で、y2 をマイナス9というのは、後でやる公式で、ワット差の積に分析できますから、こうやります。で、徐々にくくり出す分析をしていくと、次の公式が使えることに気づくパターンもあります。それでは、次に、これ、千葉県の問題ですが、x+3、かっこ x マイナス2、プラス2、x、x+3 の場合にこれ、x+3 という塊が共通ですね。 その塊のの塊共通の部分を繰り出していけばいいけばんですねただこれ実際入試問題はここに赤で書いてくれているわけじゃないのでこれを自分で見つけ出すんですが同じものを x プラス3ってものでくくって計算していくと答えになってきます。それでは、えっと、次に平方の公式を使った因数分解ということですが x の事乗の係数が1の場合は x 乗プラス 2a プラス a 事が x プラス a 事ということになりますのでこの、ここの x の係数の半分の2乗にこの定数がなっているということを見,見出せばいいんですね。はい、これは実際に、えー、あの整数パターンで練習していただくと実感できると思います。x 乗プラス 2x だったら2の半分の2乗1、これ4の半分の2乗4、6の半分3の2乗で9。 8の半分4の事情で16 5の半分、10の半分5の事情で25、12の半分6の事情で36、14の半分7の事情で49、16の半分8の事情で64、18の半分9の事情で81ということで、半分の2乗という関係でが見つかると、こういう形でまとめられるんですね。さて、その次に、この情報の公式のもう一つの応用ですが、 あのー、こ,うこういう式だった場合には、x のケースが1じゃない場合ですね、前半の文字の2乗のケースが1ではない場合は、これを 4x 乗というのは 2x というものの塊だとみなすんですね、2x 括弧二2乗とみなします、でこっちも52乗とみなします、そうすると 2ab に相当するから、2×2x×5 で、これ、マイナス 20x ということになりますね。ということで まあこの2と5と2をかけるとちょうど20になるのでつじつまが合ってると。で、えー、同じ式ですが、えー、こっちが x 以上になって真ん中が xy となってこっちが y 以上となっている場合にはこ,うこ,こっちの塊が 5y となっているというふうに考えるとついつまが合うんですね。ということで因数分解が、まあ、これとこれは係数的な計算は同じなんですけどこっちに y2 乗があるってことをでこ,ここに y があるってことを見逃さないでください。それでは、えっと これから中学生が最も苦手とするこの因数分解の中でのこのやり方を整理をしていきます。で、えっと、x をプラス、カッコ a プラス b、カッコ、とじ x プラス ab はこういうふうに書けるんですね。まあ、これ、式として見ると簡単なんですが、これを実は発見していくのがなかなか大変なことがあるんですね。でも慣れてしまえば簡単ですので、えー、やっていきましょう。 積の組み合わせの中からは和が合うものを選ぶということです。で実はここ2つの数を足したものが4になっているはずでかけたものがマイナス21になるはずですで。例えばこっちの式だったら2つの数を足したものが20でかけたものがマイナス21になるはずですで。ところが足して4になるというパターンはマイナスまで考えると無数にあるんですね。えー、ところがかけてマイナス21になるというパターンは まあ中学のえっと問題では大体整数を前提にしてくれてますので、えー、実はパターンが限られてるんですかけてマイナス二十一になるパターンはわずか四パターンですマイナス二十一かける一、マイナス七かける三、マイナス三かける七、マイナス一かける二十一。この四パターンしかありませんでそれを全部こう表に書いて和を 求めていくんですね、まあ、慣れてくると、こう、パッと見つかることもあるんですが、最初の慣れ口は必ずこの表を書いてください。で、ここを足し算したものを書いていきます。そうすると、これが4がぴったり、この4という数字に合いますね。で、そうすると、これが答えになってます。で、ここのマイナス3という数字と、えー、っと、4、7という数字をこのままここに書けば、因数分解、完成しております。 で同様にこの場合もマイナス21ですから各お部屋は一緒なんですがこの中でプラス20になるのはここ,この列ですねだからマイナス1と21が正解になりますはいさてでこの因数分解は慣れるとあの、まあ、解けていくんですが結構最初あの戸惑うんですねというのは、えー、っと結構その組み合わせのパターンがいろいろあるので えー、それを見つけるのがなかなか難しかったりするんですでそういう皆さんにお勧めするのは、えー、x をプラスマイナス x プラス12プラス12パターンとマイナス12パターンを1回練習をしておくとだんだん感覚がつめつか,つかめていきますなぜプラス12とマイナス12を、えー、お勧めするかというとちょうど中学レベルでなおかつ若干苦手とする分野で 掛、えー、け算のパターンを練習するにはこの12が、えー、プラス12とマイナス12が最もいいんですね。ということでやってみましょう。えということはこれ掛、えっと、け算で、えー、プラス12になってますね。しかし足し算でマイナスになるんだからマイナスのマイナスの掛け算しかありえませんので。 マイナス1、マイナス12か、マイナス二6か、マイナス3、4、マイナス四しかないんですね。で、そしてそれをまた表で和を出していきます。そうすると、例えばここがマイナス13だったら、あこれが答えだなということで、こうなります。あここが足してここマイナス8、マイナス八だったら、これが答えだなということで、マイナス2、6が答えになります。で、ここがマイナス7だったら、これが答えだなということで、マイナス3、4ということになります。マイナスということになります。で、プラスも同様で、 かけててプラス12になってここがプラスの係数になってるのは112パターンか26パターンか34パターンの3パターンしかないのでこれを列に書いて和を書いてそれが例えばこれ13だったらこれが答え112が答え8だったら2と6で8だから2と6が答えで7だったら34で7が答えということになりますさて次にもう一つなれでこの x 乗プラスマイナス何何 x プルマイナス12パターンをやりやりましょう。で、マイナス12の場合には実はえっとかけてマイナス12になる。えー、パターンっていうのはまあ、これあの1つの組を絶対値が、えー、小さい順に123、4612これは小学校であった12の約数を順番に小さい順に書いていけばいいんですね。で、そうすると。 必ず相手はマイナスですので、えー、こっちがプラスだったら、1、2、3、4、6、12の6パターンの約数がある。それに対して、かけてマイナス12になるものはちょうど裏返しになりまして、こうなります。で、この6列の表を書くんですね。で、それで足し算をしたものをここに書きます。まあ、丸で囲っておくと分かりやすいかと思います。それで、例えばこれがマイナス11だったら、あ、これか、マイナス11だったらこうだなと。 でマイナス、えー、例えば4だったらこれがマイナス4だったらこの列だなということでこうなります。で、えー、それでマイナス1だったらこのこの列だなということで3とマイナス4ということになります。で、ちなみにここの左右はひっくり返っててもいいです。x プラス1る x マイナス12と表現してもいいし、x マイナス12。 かける x プラス1とこれは左右の順番どっちででもいいんですねただコツとしては左側に絶対値が少ない数字を集めておくと後でさらにまとめる計算の時に見つけやすくなりますのでどちらかといえばこちらにまあ絶対値がちっちゃな数をえ書いた方がいいですね。さて次え例えばプラス1だったらこうプラス1になってますのでこれですね。ということは4とマイナス3。 で、これ、プラス4だったら、6とマイナス2ということで、こうなります。で、プラス11だったら、12とマイナス1ということで、こうなります。はい。ということで、ぜひ最初の慣れのうちは、このプラス12パターンとマイナス12パターンを自分でこういうふうに書き出して、慣れていただくと、因数分解の感覚がつかめてきます。それでは、えっと、 これは実は簡単なことが多いんですけど A ナス -B 事乗は2乗の差は和と差の積ということですね。ということでこれは比較的見つけやすいと思うんですが、まあ、ちょっと千葉県の問題ですがこの,この1が1の2乗だということを気づかないと、えー、意外にまあ見落としたりするので塊が2乗になっているパターンと1が1の2乗だということを見抜いてほしい。ということで例えば1-16。 x 乗は1次乗マイナス 4x 次乗になりますのでこれがえっと2乗の差になりますねということでこういうふうになりますでこれもこれを塊とみなすと a-b プラス c とマイナス c ということになりますそれでは最後に入手でよく聞かれやすい応用的な問題を言いますこれ共に 上が17年の後期の千葉県の公立高校入試問題下が秋田県の問題ですちょっと YouTube で見てる人は考えてください特に一番のパターンがなんか違和感がありますよね因数分解しなさいと言うけどこれとこれをどうやって因数分解できるのかちょっと戸惑いますねそれから2番の問題は実は因数分解の問題じゃなくて、えー、まあ問題です として解かなくてもよくて強引に x に7入れて、えー、こっちに5入れて強引に計算してもいいんですが実は因数分解した方が楽なんですねそれでは YouTube 見てる人はやっていただいた上で見ていきましょう、はい、でまずこの、えー、と前半にすでに因数分解された式があって後半にまた別の式が変わってる場合には これはまだ因数分解されてないと思います。だってこれ、掛け算だけで示すのが因数分解ですので、まだこれは因数分解されてないと見なします。ということで、まずバラバラにしまいます。バラバラにしまいます。で、そうするとこうなりますね。前半はこうなります。展開して。で、そうするとまとめるとこうなります。で、バラバラ、展開して整理するとこうなります。で、整理すると初めて因数分解の形になりますので、まあ、このさっき言ったこの表を書いて、5とマイナス4だってことが分かって、こう完成します。 でこれを一回展開して整理してからまたきれいに因数分解し直すというようなイメージですよね。中途半端に因数分解の式がある場合にはそれを展開して整理して全部まとめて因数分解する形です。はい、それでは下のパターンですが、下のパターンはあの、まあ、さっき言ったように x に7、a、えー Y に5を入れて、例えば7二乗49、4 9る5で、245か、それで、えー、とこっちで7、7る2 4 5から7る5る4こんあ違う、7る2 5ですから、えー、175ですね、249から175を引いって計算してもいいんですけど、まあ、大変ですよね。えー、それで実は因数分解してから代入して計算すると楽になります。 これをこうします。でこれ x y でくくります。で x y マイナス x 引く y になります。で x y というのは7と5の掛け算ですから、まあ小学校のくくの計算で35ですね。で次 x マイナス y というのは7から5を引いたので2です。ということで35かける2という暗算でできるレベルの式になりまして70とパッと出てきます。 ということで因数分解をしてから計算すると一見複雑な式は因数分解してから代入して計算すると楽になるという形の解き方です。はい、えー、ご清聴ありがとうございました。